空が吹くか、ビッグマウス村浜武弘、前田健作、キックボクシング界のプリンス前田健作。村浜選手がラッシングパワーで、はい、前田選手がテクニックですね。そうですね、まあ、完全な前田選手のムエタイスタイルなので、はい、パンチのラッシュ対キックの対決、はい、そんな図式です。さあ両コーナーに散りました。 K-1 ジャパンフェザー級グランプリ97、1回戦の第一試合です。さあセコンドから祈りを込められました。さあ今ゴングが鳴ります。フェザー級グランプリ97、前田健作選手から行きましたね。行きましたね、前田から行きました。スリップです。身長は前田選手の方がかなり高いんですよね、はい、身長差が11センチあります、はい、リーチとかパワーの差というのはどうなんでしょうね、谷川さん。いや、村浜選手ですね、はい、柔道も組み技もやっててですね、シュートボクシング投げのあるルールなんですけども、はい、体力的にはものすごくあるんですよね、ただやっぱり前田選手ところ深いですから、はい、その辺がどうかなと思いますけど、はい、さあ村浜がパンチでいきます。村浜163センチ、前田174センチです。典型的に燃えたりしたですね、はい、前田選手はウェイトは58キロでの契約となっています。左のミドルキック、前田、そしてもう一発、村浜が距離を取る前蹴り、いい勝負ですよ。いい勝負ですね、膝を見せました。この膝ですね、前田健作、うん、ちょうど膝があります。村浜選手が入ってこようとしたところがいい、はい、そうですね、右のローを見せました前田健作です。長嶋さん、この対決をどのようにご覧になってますか。今ダウンを取りました、右のストレート、タイミングですね、さあ2回のノックダウンでノックアウトとなりますが、さあ捕まえた前田、さあ村浜、村浜選手思わず投げようとしましたね。そうですね、あれは注意取られた。さあ村浜が行く、これあくまで K-1 ルールですからね、はい、さあ前田にセコンドが大きなコール、右のミドル、左のミドル、はい、前田選手ラッシュかけましたね、はい、前田がラッシュをかけます。まあ、本当に一種格闘技戦ですよね、2人とも。本当にそうですね、はい、3分3ラウンドで行われます。さあパンチのラッシュからキックを見せました村浜。さあ離しますが村浜のリズムになっています。前田の膝、前田しかしパンチを繰り出します。 なかなか入らせませんよ、はい、前田のパンチ膝などはほとんど村浜に効いてないように見えますけれども。そうだけど村浜選手が入りにくいでしょうね。あ、なるほど、村浜選手が 入ってこようとするときミドル合わせたりとか、はい、前揺らせますし、ガードは硬いですよね、はい、さあ捕まえに行くのは村浜、そして膝に持っていく前田ですけれども、前田選手の前ですね、はい、第1ラウンド村浜がダウンを奪いました。日本人では俺の相手になるやつはいないと、そう言ってのける村浜。さあ一度離してハイキック、前田健作、あ、うまい、なるほど、今のコンビネーションですね、いいですね、はい、ボディからアッパーですね。さあ村浜、いいリズムを作り出しています、はい、右のボディから右のアッパー2連打ですね。そうですね、前田選手は膝を合わせようとしてるんですよ、はい、とにかく7月20日の名古屋ドームでも素晴らしいシュートボクシングの試合を見せてくれました村浜。K-1 のリングには2度目、 K-1 ルールでは初めてということになります。まあ本当に関係者からもですね、はい、村浜選手は本当によく練習するって、1日6時間から8時間ぐらい、そうみたいですね、平気で練習するんですよね、はい、とにかく今回もミット打ち5分10ラウンドを毎日午前と午後の2回シーザー武史会長とマンツーマンで行ったそうです。この練習量はすごいものがあります。さあ前田が捕まえていこうとするところなんですが、あー、ロッキーですね、ローから左のフック、そして右のアッパー。前田は膝を多く使ってますけれども、そうですね、膝蹴りですね、前田選手は本当もともと首相撲から膝蹴りで勝つパターン、そうですね、が多いんですよね、はい、さあ村浜警戒です。左の右のミドル、第2ラウンドが終了しています。いい試合ですね、お互い、はい、取り付かず多くて、はい、この辺ちょっと痛いですよね。そうですね、そろそろラッシュかけないと、はい、このまま判定になりますと、はい、やや村浜優勢、ダウンを一度奪っています。飛び蹴りを見せています、前田健作。この辺はパンチとラッシュ、村浜としてローを見せました。
前田も前に出ていきます。身長差は11センチ。前田が覆いかぶさるように前に行きます。村浜の少し距離を取ってパンチを繰り出す。いやだからお互い前ですね。いいですね。持ち味を発揮しています。お互いに研究し尽くしている感じがします。ガードがなかなか硬いからなかなか入りませんけども、はい、さあ残り1分になりました。前田の右ストレート。さあ村浜、あナイスコンビネーション、ラッパー、このコンビネーションナイスコンビネーション、ボディを見せる。そして顔面に村浜、必要にパンチを繰り出していきます。さあ前田に警告1。ああ前田のラッシュ、村浜のラッシュ。前田選手反則でつまずかなきゃいいんですけどね、左のハイキック、前田検索。さあ村浜はパンチでいきます。村浜はパンチでいく。前田が前に出ていきますが、パンチを手数多く出しているのは村浜だ。リバッパー。さあここでゴンが鳴りました。3ラウンド終了しています。勝負の行方は判定ということになりました。30対27、村浜3対0で村浜武尊、前田健作を破っています。決勝戦に進出です。